これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。涙を隠して笑ってる。笛吹き童子がそばに来て、ピエロが寝るまで吹いたとさ。無知をなくした猛獣使い、元気をなくして座ってる。腹売り娘がそばに来て、綺麗なお花をくれたとさ。ねえねえ、あの国際通りテンブスから徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよ。え、あの元気なお店だよね。そうそう、しかも時給1000円で交通費も出るんだって。マジデージやばい。詳しくはお電話 098-894-8778 まで。ゆくいところハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますよ。大阪の粉もん食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、絶対に死にまーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますね。定休日は金曜日。昼飲みの元祖は1軒目、第一牧師公設市場近く昼飲み居酒屋1軒目。全力疾走の年中無休、正午から心が折れるまでの営業。1軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよ。お昼12時から待ってます。はい、いらっしゃい。だいぶ酔った。長崎からやってきたばい。那覇市牧師ウリズン市場通りの正次郎酒店、長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中。昼1時半から深夜まで、酒豪に嬉しいボトルキープもやってます。長崎の焼酎もあるばい。よろしく。多分沖縄で一軒だけ、那覇市松山国道58号線日産レンタカー裏通りにハリネズミのバーが誕生しましたとさ。屋号はそのままハリーさんのお店。お問い合わせは 098-943-0633。 夜7時から朝5時までの営業中。はい、今ちゃんのバイトの時間、はい、進行表ナンバー15関係ないけど始まりました。ですね、今日のゲストは初めてなんですっていうか、内容がね、スポンサーさんがダブルゲストっていうことで、1軒目の河野良三さんと、はい、正次郎さんのマー君とドキン姉さん、このドキン姉さんの、ね、相性はちょっと後で聞かせてもらいたいなと思いまして、まず最初は河野さんから自己紹介ちょっとやってもらいましょう。どうもどうも、はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お酒酔っ払ってはないよね。酔っ払ってないですよ。ないですよ、はいはい。まあ、なんかこのメンバーやったら、はいはい、うん、なんかお酒飲みながらやろうかな、やっぱり面白いと思うねんけど、はいはい、まだ出てこないですけど大丈夫ですか。わかりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい。じゃあ、正次郎酒店、はい、はい、どうぞ。何ですか。いや、自己紹介、自己紹介、うん、忘れてた。あ、正次郎酒店のオーナーの、あだ名はマー君です。本名の正次郎酒店で正次郎を取ってます。はい、よろしくです。はい、はい、それで隣の女性は、おはようございます。はい、正次郎酒店あだ名ドキンです。はい、よろしくお願いします。本名は、本
名、本名下の名前だけでいいですか、うん、かずみです。かずみちゃん、ちょっと昭和チックな名前です。ほんまやな、はい、昭和チック、昭和チックって言ったら僕も昭和チックでしょ。まあ言われたらな。で良三なんか言うなんか、はいはい、あの江戸っぽいやん。いやもう平成の、ね、平成あのキラキラネームの代表格でした。まあそういうことですね、はいはい、今日僕がちょっとあの皆さんに、まあ提案したいというか、まああの政次郎さんが、1周年を迎えるっていうことでですね、はい、この1周年をやろうかなやらへんとこかなっていろいろ考えながら、いや僕はやった方がええん違うのって言うたら、いやそうなんですけどね、やってお客さん来えへんかったらどうのこうのっていうようなこともありながら、でもこんなイメージでやりたいなっていうのをちょっと聞かしてもうてんけど、もう一回改めてどんな感じでやろうかな思ってるんか、ね。まあ、やるならですね、うんうん、まあ、ある程度金額を決めて飲み放題で、うん、あの箱は自分のお店でやろうかなと考えてますね、はい、うんうん、まあ、してお客さんのちょっと紹介とかで店を知らない人も来るかもしれないので、うんうんうん、店を覚えてもらうためにも箱は自分のお店でっていう。なるほどね、はい、だからそれをなんかチケット制にするのかフライヤー作るとかポスター作るとかそういう風なんじゃなくて、なんか口コミだけでいいとか言うてるけど、それで大丈夫なんかな。いやそれもちょっと悩んでる最中なんですよね、うん、フライヤー作ってもいいしチケット制にしてもいいし。で、まあ7月頃やるんでしょ。さっき聞いたらなんか、給料日がやっぱり加減があって、はいはい、給料日後の方がいいとか言うてるやん。まあお客さんとって考えるとそれがいいんじゃないかなと。で俺が今ちょっと目の前にカレンダーあるんですけど、はい、7月、例えば土曜日言ってたよね。ぐいぐい来ますね。日にち決めるみたいな。1月の7日が第1週、第2週が14、第3週が21やねんけど、はい、なんか僕の店じゃないようなぐいぐい感が。いやもうほんまに早くパン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 決めたいなと思って。まあ、じゃあですね、うん、じゃあ今川さん、はい、じゃあこうしません。はい、どうしましょう。違う、いや僕の店違うんですけどね。あ、そうなんだ。いやいや、やっぱりね、いや意見たくさん聞きたい。あ、なんだ。いやいやいや、言うて言うて。例えば何やな。いや、7月の1日が大体オープンなんですよ。だから7月中にやりたいなっていうのは、あのやるならですね。そうやろ。はい、だったら第3週の7月21日なんかええんちゃう。グイグイ感が。まあ一応じゃあ14か21ぐらいにやるっていう感じでいっとこか。でもほら給料日15日っていうのを言うてたから。15日の人も多いんですよね。そしたらもう間違いなく21日やった方がええわ。え、でも14日って何曜日ですか。14日は土曜日。あ、土曜日。15日が日曜日ですか、うん、あ、じゃあ給料日って大体 前倒しですよね。あ、そう。そしたら14の方がいいかもわからんな。14、15いけますね。どっちか、うん、別に土日。あ、土日2日やってもええんや。いや、まあそうですね、やってもいいし。それ2日か。いや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 、その辺も、いや俺はいいと思う。俺はええと思うよ。まあ、その辺もちょっと、だから大体だんだん青写真としてはね、大体こういう風な感じ、大体目安としたらこれ14、15あたりの2日間。それでまあ言うたら5年目ですから、横におる1軒目の大将は、はい、そうですね。それで、はい、それで、え、1軒目もその1周年をやったんでしょ。はいはい、やりましたよ。それで、それでどれぐらいお客さん来た。あ、13名ぐらいだったと思うんですけどね。そう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 、あのビンゴ大会して、うん、景品もないからボトルとか、うん、あー、なるほど。あの実家の電話番号とかね。あと家の片隅にあの眠ってるあのエロビデオ、エロ DVD とか、あとテンガとかね。また来た。でもね、今で言うたらまあね、あの1軒目言うたらバーンとお客さん来るようなお店なんだけど、はい、ね、意外やった。俺4周年5周年は行かしてもらったんですよ、うん、だから1周年の時もある程度な 4,50 人来たんかな思ったら、やっぱりね、他にね、あのお店がなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ告知もしなかったんですが、でもそんな感じでしたよ。まあまあやろうかみたいな、はい、全然気合入ってへん感じやね。そうですね、うん、まあまあ1年目、1週目という感じでしたよ。はい、そうそうそう。13名来なかったらどうしようかな。それが 2年目にバーン増えたりとかしたの。いや、まあ人数で言うとね、それは2年目はすごかった。はい、ですよ。2年目で300、 あ、
90人ぐらいですね。あ、90人ぐらい。もうその頃にはいや、その頃にはもうぼつぼつぼつってお店屋さんが出てきたの。その頃、いや一周、いやいや、まだ3年目ぐらいかでしょ。アダチアさんが例えば 3年ぐらいかな、まだだと思うんですよ。2年半ぐらいでしょ。2年半ぐらい だったら、アダチアがなんかターニングポイントみたいな感じか。そうあれからバラバラってきたよな。ですよ、だからセンベロですよね、そこは。はい、まあだからそうですね、それぐらいから。あ、だって1年目2年目って結構もうちょっと異色やったよね。むしろなんで昼から飲むのっていう感じ、ね、それが2年も続いたんや、沖縄の人ね。はい、そんな感じして頑張ったな、すごいお前でな、そっか、足立屋が来てから。今俺この間ちょっとほらゴールデンウィークちょっと歩いたけど、足立屋の向かいにええ加減やったっけ、ええ加減、公平ができんなったお店いらんことない、あそこが潰れてんけど、今度また別のマジ潰れたんですか、うん、酒場天国みたいな、天国酒場、天国酒場、天国酒場、もう流行ってるから。 本当にあそこはっきり言って場所がええもんな。場所いいっすよね。あれ、あごでもしょんでもなってできると思うよ。かなり入ってますね、あそこは。入ってるよ、場所っていうか、みんな足立屋がやな、溢れてて入りきらへんとかたくさん来んねんからな。あそこ家賃なんぼか分からへんけど、あんなところやったらやりたいよな。まあ、一等地ですね。いやいや、高いと思うけどな。どうなんやろ、20万ぐらいか。いや、そこまでいかないと思うんですけど、ただお客さんにとったらもう一等地でしょうね、あそこは。もうなあ、まあ、かなり遠いんで。でもちょっと空いてた時期あったよね、あの引き継ぎじゃないけど。これ なんで閉めたんかもよくわからんね。知ってる、一応。まあまあ、はい、あるんや、まあ、それは言わんとこか、放送終わってから。あ、やっぱあるんやね。LINE でやるとしましょう。次のお店も全然違う人がやってるというわけ。うんうんうん、もう全く違う人がやってるはずですよ、確かに。よう取れたな、あれ。あれ激戦区やったんじゃないですか。すごいですよ。ひょっとして1軒目狙ってたんちゃう。全く、僕気がついたら天国酒場ってなってましたよ。全く知らなかった。ほんまに、はい、狙ってなかった。全然全然。いや、もうあれやろ、もう手広くやって2軒目3軒目って作ろうって言ってた。いや、まだあるんでしょ。まだ一度上にも3年ですよ。いや、もう5年だって。5年だって。いいんじゃん。いやいや、ま、でもなんかやりそうやからな。いやいや、まあまあまあ、うん、あ、それであれもちょっと聞きたいな、あのにぎわい広場に移るのは、あれ本当に移りますよ。いつから、一応来年から工事が始まるかな、確か。その新谷広場に仮設を作る工事だね。それで領土さんが映るわけじゃないんでしょ。僕らじゃないです。そうでしょ、あの市場だけでしょ。そうそうそう。あ、そうなん、はい、最初なんか映るとか言ってた。いや、周りは大丈夫ですよ。城下町は大丈夫です。お城が映るんですよ。あ、そうです。あ、そうなんや。そういうこと。あ、そう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 、いよいよね、動くと思います。じゃあそれに関してはあんまりプラス材料はないんや。全くないよね。むしろどう変わるかなっていうのはちょっと一応気にはなりますけどね、うん、まあなるようになるしかね。結構でも長い年月かかるよね。2年ぐらい。2年ぐらいですね、うん、そう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 。じゃあ簡単に言うと、魚友は映るけど、小江くん、初めて声聞いた俺。放送中私も一応魚友には 気になってるからよ。魚友は映、はい、るけど、はい、1件目は映んないっていう。魚友も映らない。魚友も映らない。周り映らないですよ、多分。ああ、はいはいはい。じゃあ公設市場だけですよ。城下町なんだ、そこ。そうそう、いや全部俺が言ったことだからたまに喋ったことだから。だからさ、あそこの通りは通れるんかな、一応通れ。だから、うん、どういう形になるか分かんないけど、ね、多分重機が入ってくるので、うん、どんな感じになるのか、あそこまだ分からない。バーンなるかも分からない。そしたらもう袋工事というか一方通行になってる可能性になるんよ。まあまあ、不利って言ったら不利やね。まあ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 、多分でも今の一番のでかさはもうできないですよ、今の建築法でいくと。あ、そうな。だからちっちゃくなるから戻ってこれない店も出てくると思うんですよ、ね。あ、なるほどね、はい。数が足りないはずですよ、絶対。ああ、だからいや、なんか辞める人もおるとか言うてた。そうなっちゃうでしょうね。辞めるざる得ないとこも。あ、そうか。だったらにぎわい広場あるあそこの周辺の連中はちょっと有利かもわからんけどな、うん。あそこの今のところに関してはあんま話聞いたらそんなメリット一個もないね。まあいよいよ来たかって感じですね。まあでもしゃあないもんな。そうそうそう、60何年ぐらいやってるじゃないですか、一番がね。そろそろかなと、はい。まあでもその後が多少あるかもわからん。いろいろ報道とかされていろんな人が来るやない、うん、そこでね、うん、その時、ね、今2年待たなあかんけどな。 そうですね、その時がちょっとな、 AMS できるかもわからんな。ただあれでしょ、あそこ、アーケードがなくなるでしょ、天井が。そう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 、それがまずいんですよね、工事でね。あれもなあかんよな、どうなんか、まあ、雨降ったらもう最悪ですよね。そうそうそう、
あっちは関係ないでしょ、ウリズン。僕のとこは関係ないと思うんですよ、はい、おそらく。ただ向こうはもう、うん、撤去するから後々つかないっても言ってましたもんね、うん、あ、なるほど。もうつけない、あ、新しくしても、はい、あら、まあ、要するにほら国際通りで買い物 してる人たちが雨が降ると、はい、ちょっとこうアーケードに流れてくるっていうパターンがあるんですが、あ、あるある。そっちの方もね、屋根がないとっていうことじゃないですか、うん、それもないね、そういうこと。まあなんやかんや状況変わっても、まあ、揺るぎないところはあるんじゃないの、一軒目は。いやいやいや、ありますね、明日は我が身、ね、ありますあ、天が命。ドキンさん、ドキンさん、ドキンさん、はい、ありがとうございます。いきなり時に和美さんのそのドキン姉さんってついたあの由来ってどない、どんなんなん？いや、地元からあの言われてたんですけど、うん、コメントがただ意地悪なだけです。あのアニメの言うだけ言って、あの笑顔でいろいろ言ってバイビーみたいな。あ、なるほどね。だキャラがキャラがよう似てる、キャブってるみたいな感じで。キャブってる。それでカピバラって呼ばれるようになったのはいつですか？両蔵さんから。そうそう。なんだ、ここだけの話だった。何や何や。いや、ちょっとほら可愛らしい、僕動物園行った時にカピバラって動物園ですけど。あ、似てる似てる。とっても似てる。わかる。いやいやいや。ほんまやほんまや。横顔見たら。そう、まだ。お見せする前に、うん、領土さんのところでちょっとバイトしたことあるんですよ。はい、はい、そうなん、ありがとうございます、はい、そう、バイトの時間なんで聞かれたらその話しようかなと思って、うん、おいおいおい、してして言われちゃった。いや、でも流れでさせてもらっただけです。最初一人で、あれやろ、いや、最初から二人で行動してたの、で、僕探し回ってたんですよ、その時に、ちょうどあの知り合ってたからですね、うん、一番最初に沖縄来て、うんうんうん、で、貸してくれないってちょっと忙しいからと、うんうん、この時間とこの時間とこの、うん、この日とか、うん、で仕事してないからですよ。あ、そうだね、うん、で練習にもなるし、うん、どうぞどうぞって言って、うん、使ってもらえればっていうことで、はい、あ、ほんま、え、毎日ではないですけど、うん、りょうさんから言ってもらった日だけ。何ヶ月ぐらい、何ヶ月ですか、週 1,2 回がでしたね、はい、はい、あ、ほんま、はい、3ヶ月ぐらい。たまに油断してやっぱりカピバラの格好でおらへんな、怒られてました。だから4周年、1件目の4周年 の、 あの当日も確かバイトしてましたよ。あ、そうです、りょうさんが準備あるからって言って、あ、そうなんや、はい、ですよ。それから行かせてもらいました。あ、ほんま、すごい人数で。じゃあ結構親しいんや。その説は。そうですね、領土さんのお店は僕もちょっとかなりリスペクトしてますから。あのね、僕覚えてるんですよ、今2人がこうやってお店やってますけど、うん、あのね、夏だったかな、2人でね、ピュッて入ってきて、まあ、その前に1回お店の前に通ったんですよ、そうそうそう、で僕目が合ってたんですけど、うん、入ってきて、うん、で、まあ、最初はチャラいなって感じだったんですね。まあ、チャラい観光客だなと思って、したらね、なんかこの話してると、うん、実は真面目で、うん、あのまあ、本気でこっちに来てお店やりたいみたいな感じで。あ、だったらいいですよ、僕ができることは協力しますよっていうところから最初は、うんうん、なんか初めて入ってくれたお店だそうで、うん、そうです、はい、うん、で初めて知り合った人 で、うん、でまた九州同士やし、そうです、話してたらですね、うん、しかも同い年なんですよ、はい、それが聞きたいんで、年絶対離れてるやろな、すぐ分かると思うんですけど、いやいや、お前5、6個違うんちゃうかなどっちが若いんですかまあまあまあ、まあ、それの方が驚きやないか。まあまあ、そういうふうなことで、あの公平、そろそろあれやで、はい、大西ゆかりさんの選曲はしとってね、はい、 OK ですよ、うん、それであのまたさっき1件目のね、あの、13人を抜こう言うて、その今回は政次郎の、はい、1周年、はい、やるって言うてんねんけど、これあのもう一回改めて言うけどね、はい、14、15、7月の僕らの方も協力したいから、はいはい、あのなんかほら、あの軽いフライヤーでも作ってさとか、そういう風な口コミだけっていうよりは、ね、なんかあの見えるようなものでやった方がええんちゃうの？なん結構そういうの恥ずかしいんですよ ね、 僕やるのが、ああ大々的にやるのがか、なんかこう照れくさいんですよ、それが、あのだからオープンの時も勝手にオープンして結構沖縄の人に怒られちゃって、あ、何にも言わんと、はい、あ、そういうタイプなんや、はい、シャイでなんか言うのが恥ずかしくて、勝手にもうお酒入れて店、ね、箱ができたからシャッター開けてやってたら、ここは会員制かみたいなこと言われて、ああ、そうなんや、俺らにはその招待状が来てないみたいな、ああ、そうか、だからあいつは
あの やってるもんと思ってるんですよ、ね、いやでもそれで成り立ってできるんやったらな、なお、あの越したことはないんちゃうか、ストレスたまらんで、まあ、その後ストレスたまりましたけどね、かなり文句が出たんで、うん、あそうなんやあだったらやっぱりやった方がええんかな。時にハーレーさんってほら、あのにぎわい広場の前 のたこ焼き屋さんやってるところ、はい、あそこも周年記念で来月、あ違うわ今月や、今月の27日の日曜日1周年にぎわい広場でやるんだって、あそこ借り切って、はそれで飲み放題バーベキューのセットつけて、ね、3500円でやるらしいですよ。何に集まるか聞いてへんけどね。チケット3500円、チケット制ですか、うん、じゃあその箱ぐらいもう見込んでるんじゃないですかね。そうやね、なんぼで借りれたか知らんけどな、まあ、あ、にぎわい広場安いですよ。あ、安いの。安い安い。あ、ほんま、はい、それなんか口コミで、あの友達のなんかミュージシャン呼んでね、あのバンド演奏とかもやるみたいなこと言ってたよ。ちょっと一バーズじゃないですか。一バーズじゃないですか。あれ一バーズじゃおかしいな。で、オアシス出てくれる。いやいや、ちょっと忙しいでしょ。はい、じゃあ日曜日でもね、その時期ね、梅雨だ、梅雨真っ只中ですよ。いやいや、もう梅雨明けてるよ。27、5月でしょ、うん、今入ったばっかりですよ。入ったばっかり、6月20日ぐらいまで行く。俺7月の明けてるから3日ぐらい前ですよ。そう入ったの。僕もそれ聞いて言ったんですよ。ああ梅雨っすよっつって。今日が、あほんま、そう来週から雨ですよ。あでもあの人晴れ女やな。ハーレーだからね。ハーレー、ハレ女でハーレー乗ってるからハーレーにしたらしいよ。ハーレーダビッドソン乗ってるわけ。あ、また来た、うん、何何、知り合い、しまった、あ、開いた、やられた。いやいや、だから言うてるやろ、うん、向こう側に止めや言うて。これ今聞いてる人わけわかんない、分かってないでしょラジオで。あれあれ車そうなんですか。僕バイクだから大丈夫。そうでしょ。え、これ車の時誰か来てんの。はい、そうそう、違う、僕は来てるですよ。あじゃあバイクはあそこ止めれるから、あ、オッケーです、うん、あ、言ってましたね。そうそう、はい、じゃあ誰でもないっていう、誰のでもないよ、誰でもないよ、誰ええねんけど誰かのかと思った焦った、びっくりした。じゃあそろそろ前半ね、走っていくでしょ、切りたいんで、そろそろ、大西ゆかりさんの曲ね、はい、先に CM 入りますね。 CM 入って、はい、大西ゆかりさんの曲は何ですか。今日はやたら綺麗な満月。やたら綺麗な満月、わかりました、はい、じゃあ CM 入りますよ。はい、あー CM 入ります。ねえねえ、あの国際通り天物から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよ。え、あの元気だお店だよね。そうそう、しかも時給1000円で交通費も出るんだって。マジデージやばい。詳しくはお電話 098-894-8778 まで。ゆくいところハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めて、モーニングブランチもありますよ。大阪の粉もん食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、絶対に死にまーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますよ。定休日は金曜日。昼飲みの元祖は1軒目、第一牧師公設市場近く、昼飲み居酒屋1軒目、全力疾走の年中無休、正午から心が折れるまでの営業。一軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよ。お昼12時から待ってます。はい、いらっしゃい。長崎からやってきたばい。長崎牧師ウリズン市場通りの正次郎酒店、長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中。昼1時半から深夜まで酒豪に嬉しいボトルキープもやってます。長崎の焼酎もあるばい、よろしく。多分沖縄で一軒だけ、那覇市松山国道58号線日産レンタカー裏通りにハリネズミのバーが誕生しましたとさ。屋号はそのまんまハリーさんのお店。お問い合わせは 098-943-0633、 夜7時から朝5時までの営業中。はい、後半、今ちゃんのバイトの時間始まりました。ちょっと今曲聴きながらちょっと聞いててんけど、さっきの続きなんですけどね、あの正次郎の1周年記念なんですけど、あのやっぱりチケットを用意して今からさばいていった方がええんちゃうかっていうような意見があって、まあ2ヶ月ぐらいあるけどね。うん、そうですね、ちょっとそこら辺もどういいのかなとか思いながら、そっちがいいのかな。いや、それの方がいいよね、うん、例えばいいと思います。あ、俺もええと思います。なんか
うん、何も喋ってへんけど、そこまで。いやいやいや、俺からは僕はほらそれを楽しみに行く側なんで。そやね、そう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 、とりあえずもう2枚売れたから、後編も来るみたいな、もう3枚売れたから、まあまあまあ、ありがとうございます。5枚ですね。俺が買ったらだけ。いや、20枚ぐらいいけるよな。もう楽勝なんじゃないですか。楽勝やでな。楽勝でしょ、うん、いや、あの、ええやん、もう、うん、今からでもさ、すぐもう用意してやな、ね、チケット。うん、パーってやったら、うん、友達の友達とか呼んでくれて、2枚買うてくれる人もおるしな。絶対。ええんちゃう、そうですね、やったら。なんか恥ずかしいんですよね。いやいや、恥ずかしがることないよ。全然。まあそういうふうにちょっとかあの検討しててくださいね。そうですね、ちょっと煮詰めていきましょう、ね、OK、はい、それでですね、後半はですね、あのこれ番組企画なんですけどね、シンガーソングライターのフォークシンガーの凪良健一さんを、はい、沖縄に呼んで、はしご酒ツアーとプラスライブを、企画してるんですけど、これどういうふうに、やった方がいいかなみたいなのを今話し合ってるんですよ。前回あの良三さん来た時に、まあいろいろ意見聞いて、とりあえず赤字にはしたくないし、うん、で、あの凪良さんに対してもちょっとあのしょぼいなと思われたくもないから、それをいろいろ考えながら、ホテルどこにしようかとか、飛行機はどれぐらいでのクラスで、OK 出るとか、食事何が好きでどこどこが好き、連れて行ったら喜ぶとか、そういう風なの、あと、まあ、ライブハウスはどこら辺がええんかっていうので、この間は、時空ですね、はいはい、あそこええんちゃうか言うて、聞かせてもらったんですけど、まあ、あそこたじゃぶっちゃけ箱代何分ぐらいかかるの、もう覚えてないですね。覚えてへんけど、覚えてない。10万ぐらいやっぱ行くのかな。場所が分かんない。うちの1軒目の3周年イベントやらせてもらったんですよ。ああ、もう覚えてないですね。あ、覚えてない。うん。でもよくしてくれる人方々なんですよ。うん、はい。あ、まあこれ第一候補で。の僕のイメージはその、あ、そっか、あんまりそのだいぶあのはしご酒はやっぱりこのねスポンサーこうって回ろうと思ってるんですよ、この 5,、はい、5店舗はね、はい、うん、だからこっちがいるやったら4店舗かで、あの回ろうと思ってるんだけどどっちかやったらホテルもそこら辺近くの方がええんかな思って、飲んだ後すぐ帰れるようなね、うんうんうん、うんうん、あんまり僕詳しくないからですね。そう、まあ土地感が要素があることは要素があるんですわ、うん、まあでもタクシー1メートルでパッて行ったら、俺の知り合いのと知り合いというか、あそこをよう使うな、安くしてもらえるんや、サンプラザホテルっていうとこ、うーん、サンプラザホテルって知らん、 あの、はいはい、草原寺通りの、はあはあはあ、うん、ありますよ、うん、ボールパークっていうバーの並びとか、あそこあそこでいいかな、まあそういうふうなも安くね上げて、まあ、サンプラザってそれいっぱいあの部屋がいっぱいあってね、うん、朝食も美味しい、朝食ついてて3000円で泊まらない、いけるんよ、まあ、あそこは別に悪くはないな、まあそういうふうな感じで何かやろうかな思ってるんですけど、はい、うん、それでね、さっき言ったオリジナルの曲につながるわけよ、それであのオープニングアクトで出えへんかいう話振ったんよ、はいはい、昔の曲あのもう一回あの手繰り寄せて、良三さんが、うん、はいはい、2曲が恥ずかしい、それで何かのモノマネ似てますね、恥ずかしい、いやいや、いやそこでいや、やっぱりねあの気楽に見たいからあの、はい、俺はそういう風なんやったらどうのこうのっていうから、だったらあの気楽にあのできる1日とあの緊張する1日2日で 2days ライブやるかみたいな話も出るわけよ、どうですか、いや、あの前も言ったんですけど、うん、僕ねあの昔新宿コマ劇場、今は亡きコマ劇場で、うん、あの人のライブを一回見て、はい、やっぱ感銘を受けまして、はいはい、いやもうとんでもないです、僕はもう一お客さんとして純粋に見に行きたいですね、やっぱり、はい、もうとんでもない大役ですよ、それは、そうかな、ですよ、ほんま、はい、俺はやった方がいいと思うけどな、経験でやった方がいいんですか、いや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 、いや俺はやった方がいいと思うよ、まあ見る側からすると僕は見たいですけどね、なあ、うん、見る側からすると、じゃあもう、はい、いやいや2曲歌わへん、2曲、うん、
やっちゃおうかな。いや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 、チャンスよ。まだこれほら、まだ日にちあるから。聞いたよ、聞いたよ。とりあえず2曲っていうところで、一応頭の中入れてもらってはね、まあ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 、自信作のな、まあ言うたらこの CM 曲1曲だよね、あともう1曲。まあちょっとそれはおいおいってことで。おいおいね。でも、はい、ないことはないで。あ、考えます。考えるな。はい、あれやっぱ俺はおもろいと思うね。はい、うん。せ意見も聞きたいし、なぎらさんの、はい、あいつあかんなとか、なかなかええなっていう感じでね。まあ、あのそういうの、はい、とりあえずあのなぎらさんっていうのはこのフォークの業界でも、はいはい、あの主要で鳴らしてる方だから、はい、どういう風な伸びっぷりするか、まあね、お年もあれやから、まあ、多少落ちてるとは思うねんけど、やっぱり好きだと思うんでね。あのいろいろお酒のうんちくも聞きながら、それをはしごツガーで、録音して、それをオンエアしようかなみたいな形を考えてるんですよ。で、まあ、せやね、まあ、面白い話、ようさんあると思うわ。それをなんか聞くね、そのツアーに参加できる、その、まあ言うたら、催しもしようよ言うたわけよ。だからみんなぞろぞろ言って、はいはいはい、大人数やったらあかんけども、はいはい、10人とか、はい、10人ぐらいやろうな。まあ10人切るぐらいじゃないですかね。10人ぐらいでね、うん、はい、話聞いて一緒に飲む雰囲気を入れるみたいな感じを募って、ちょっとチケット戦しようかなみたいな話もしてるんですよ。まあ付録でね、まあライブでやっぱりちゃんとした収益を得ようとは思うんだけど、付録で、うん、はいはい、どうですか。いやもう、はい、いいですよね。はい、その日は、うん、はしご酒します、ね、全然全然、うん、だったらそれ7月のなんでなんで合わすんだ。あ、今1周年の話じゃないですか。あ、なんだ、もう1周年は終わった。だいたい11月前後にしてるから、これはちょっと日にちにね、あ、すみません、日にちあれやねんけど、まあ、基本的にちょっと僕がどういう風なオファーしようかなっていうようないろいろ考えてますから、これもまあマー君また協力してくださいね。はい、できる範囲でですね、うん、はい、まあそういう風な感じやねんけどね、実はね、僕なぎら健一さんとはね一回映画共演じゃないけど同じシーンで出てるんですよ。もうこれだいぶ昔の話やねんけどね、はい、ちょうど僕らがまだ勉強中の頃ですよ。フィルムワーカーズって言って映画制作会社で僕が勉強してたんやけども、そこでやっぱり現場を見るっていうのでいろんな現場行かされるわけね。それでその映画は正月映画の横山やすし主演の唐獅子株式会社っていう映画があって、制作費2億円それで監督が曽根中世言うて、まあ、うちのまあ言ったら代表ですよね。 OK、ちょっと移動、ちょっと移動、ちょっとじゃあ俺が一人で喋ってるよ。まあその続きやねんけど、はいはい、シーンはね歌謡祭みたいなシーンだなんですよ。で歌謡祭のシーンで審査員が何人かおる中で審査員の一人の役が凪良健一さん、はい、で僕はその観客っていう形で、まあ言ったらエキストラですよね。エキストラっていう形なんだけど前に一番見やすいようなところにセッティングされて座って、で僕が座るでしょ。でそこに横山やすしが横におって、で桑名正宏がここにおって、でここに甲斐千恵美がおって、もう3人とも亡くなったけどね、はいはい、生きてんの俺だけ。それでいや、なぎらさんも生きてるじゃないですか。こっち側のグループで交代面でやる、ちゃんとバッチリ映ってんねんけど、はい、それで一応あのシーンは映画で見たら一応同じシーンに収まってるんですよ。挨拶も会話もなかったんですけどね、はい、うん、あれどっか探したらあるんかな、分からへんけどね。で駐車大丈夫でした。あのすみませんね、今ねほらよくいる緑のおっちゃんが僕のバイクをねもう腰淡々と今目の前に仁王立ちしてるんですよ。びっくりした、あんな仁王立ちして久しぶりに見ましたよ俺。せやからあっちに止めなあかんよね。それで時にこれ駐車取られたら、うん、なんぼ罰金な、5000円ぐらいじゃないですか、5、6000円。あれは限定はないの？1点とか2点とかでしょ。取られんの？取られる。大きいね。沖縄切るんだ。
言いますよ。俺の地元見たことないですよ、ね、びっくりしたから仁王立ち。あ、バイク遊んだことない。まあ、なんかアホみたいもんね、取られたら。あ、ほんま減点もされる？されます、まあ、されるでしょ。特にマー君は車かなんか持ってんの？持ってますよ、一応。あ、すごいですよ。いい、持ってきてるんや。いや、持ってきてないですね。乗ることないですよ、ほとんど。あ、あるけど。え、はい、いや、置いてきたん？いつも置いてますよ、家に。あ、家にね、はい、あ、長崎じゃなくて地元に。いやいや、沖縄に持ってきてますけど、うん、乗ることがないんで、もうほとんど。あ、そうなんや。はい、うん、なるほど。大きい車持ってんの？もうすごいですよ。タクシーと同じですよ、プリウスですよ。プリウス、はい、あ、ええやん。全然乗ることないですね。僕リードです。リードリードリード125 もっとバイクね、うん、まあ、リョウドさんはもっといい車。僕の愛車です。大きい車ですよ、リョウドさん。すごいですよ、仁王立ち。車持ってんの？みんな持ってるね。買うとき一緒でしたよ、リョウドさんが買うとき一緒でしたよ。あ、ほんま。あのね、マーク詳しいんですよ、はい、だからマークついてきてっつって。ああ、したらね、もう本当に僕が気づかないようなところで指摘してね、うんうん、これ書いて、これダメ、これこれこれつ、うん、したら向こうも、はい、はいはいはい、車種も僕はこれがいいですよって決めちゃったんです。車種までね、なんか先導されちゃったみたいな。これ買いますって言っちゃって気がついたらびっくりした。あ、そんな感じ。そうなんですよ。へえ。いや、あ、だったら車でパーでお乗りとかするの？うん、どっか。あ、まあ、それたまに行きますよ、ね、行きます行きます、南部とか。はい、ほんま、ええー、ね、結構お酒ばっかり飲んでるわけじゃないんだね。一緒にドライブとかもしたことあります。ありますあります。あ、ほんま。そういう中です。なんか釣りとかやってたんか。釣りはこの間行きましたけどね、うん、遊びで、うん、キス釣りに。うーん、はい、あの貝とか取りたいね。なんか僕は貝が好き。貝、うん、昔、今時期じゃないですか、あの貝掘り。貝掘り合わせの方とか。あ、あるの、はい、貝ね。ああ、結構そんなアウトドア分はやってるんや。違う想像したでしょ今。何て違う貝の貝ってね、エッチすごくエッチ。大間違い大間違い、ね、生放送だからカットできないから、ね、大間違い大間違い。で、天下の話ですか。いやいや、でもね、俺がこの話を振ったんや。じゃあこの間俺一人でパッてプラッとあのドン・キホーテ行ったら、はい、あのアダルトグッズのコーナーあるんよ。あ、ある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 。え、アダルトグッズなんかあんなコーナー入れてええんか。あんなドンキホーテってこう子供も来るような。一応一応ほら18って書いてあるし。そうそう、一応ほら、はい、カーテンがあるしね、みたいな。あれ、そうそうそう、あれ入れる必要あるかな。はい、それ入り口にさ、だからまあいいけど、テンガのブワーって商品並んでるわけよ。見に行ったんすね。いろんな種類あるから、一個一個見てたら値段も高いからさ、一個一個見てるんだ。ブワーって言ったらよう詳しいんよ。じゃあ、なぜあるかって、やっぱ売れるからだと思いますよ。うん。せやけどさ、だってカップルで来てますもん、みんな。これがいいなって。いやそれ、いや、私はこれがいい。バイブレーターとかも売ってるわけよ、中入ったら。はい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 。あの、アダルトビデオの姉ちゃん の、 あのパッケージで。すごいですね。テンガにバイブがついてるのがあるんです。バイブレーター。やっと天にかかってきたね。天が話。そこまで寝てたのにな。本物より本物って書いてある。どんななんだろう、本物より本物って。欲しいなそれ。でもさ、あんなん俺びっくりしたよ。うん、今俺はあの俺のイメージはそのツタヤであのコーナーがあるって認識しかなかったから、はいはいはい、ドンキホーテにあるってすごいなと思って、うん、ね、でもっと隠した方がええんちゃうかなっていうぐらいに、あの入る前にも店がブワー並んでんねんで。あ、それで何屋さんとそういうコーナーに行くっていうコーナーを作るってことです。行ってもええよ。いやいや、店がはしご、店がはしごみたいな。あ、だったらあれ1周年の時あれにしたらええんちゃう、景品に店が。そしてなのね、うん、女の人も来ますからね。そしたら僕ね、女の人の場合バイブで。なんちゅう店やだったら僕ねチケットね。いや僕でだったらチケット10枚ぐらい買います。ほらもうこんなんやで、原因で こっちも5枚ぐらい買うで。俺買い。いやでもそれであんなん高いよな俺。じゃあ俺な、いやほら福山雅治 の、はい、ラジオ番組あるやん。ありますね。あれもようさん喋ってるんよ。喋ってます。え、キャラクター違うけどさ、あれが良かったあれが良かったか言うてることは、福山雅治こんなんラジオで喋っててええんかなとか思うねんけど、うん、福山さんのラジオはもうそういうコーナーじゃないですけど多いですもんね。ちょっと違うんだよね。エロネタが多いからですよ。結構下ネタな、下ネタ多いですよ。あれのファンやからな、大阪のあの鶴子のね。ああ、そう、鶴子の下ネタもオンパレードやとかね、うん、でもだから一般的になってるっていうことなんですか、天下って。もう恥ずかしがらずに誰でも使えるみたいな。名称だからいいんでしょ。だからコンビニのレジのすぐ横にあるぐらいですから、
僕なんか必ず何か買うときに1点が、なんかまた違う店舗のときに1点が、どんどん増えてるじゃないですか。12点がぐらいありました。いやもうそうなんかな、まあええけどな、まあ、すいません、これちょっとぶっこんでいいですか。何何、あのドキンさんは、はい、あの点がどう思います、はい、どう思います、あ女性から見て、女性は点が使わないから、使ってる男性、男性使うことに対して何か思います。待って待って、女性用の点がちょっと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 、あいい、あそうなんですか。いやそれで処理できれば、あ、ね、そういう感じですか。まあ性犯罪が増えない、目の前でされるとちょっと引くかな。目の前で、ね、そういう人もいるでしょうけどね。語弊、いやいやいや、しないしないしない、ぶっ込み返しじゃん。ぶっ込み返しじゃん。まあ、あそこまでだからもう一応一般的に広まってるっていうことか、というかでも裁けてる、裁けてきたよね最近、もう認知度が上がってるんじゃないですか。俺らの頃なんかどっちか言ったらもうほんまに隠すようなあの感じやったと、まあ、そういう風な商品もあんまりなかったからね、形的にもそういうちょっとおしゃれやもんな、うん、俺卵かなとか思って、うん、卵みたいやん、買ってるんですね。いや買ってない、見てる見てる。磯村さん、俺高いから手、高い、僕より詳しいじゃないですか。そうかな、なっちゃうな。でも20分ぐらいはあそこでずっと見たぞ、あのいろんな種類あって値段も高いなとか言うだから、それであれなん、これ何回も使えるんやろ。いや使えるやつと1回切るとあるんです、あるんですよ。いや、なるほど、あんなん3000円とかしてて1回切りやったらすごい値段するやん。1回切りポッキリだと1000円とかじゃないですか。うん、ですよですよ、1000円いかないぐらい。いやあそこまでなんか手広げてなんかおしゃれに持ってきたらあの勘違いするよな。だから女性用のもあるってさっき言ったじゃないですか、あるんですよ、例えばね、誕生会とかそういうなんかの時に女の子にそういうのプレゼントすると、うん、必ず最初、何これとか言って、うん、やめてよって言うじゃないですか、うん、絶対持って帰りますから、ね、200% 持って帰る。すごいからこれ、そらそやろな、本当にって言いながら絶対バッグに入ってますから、うん、間違いないですこれ。いやいや、こんな小さいほら、ローターもあるわけよ、はいはいはい、それもまた可愛らしいおしゃれなんよ、あれだからカバンの中入れてて、たまごっちかなみたいなね。そう懐かしいな。本当にだから使い方は自由でしょ、だからこういう風にやってるんですよ言ったら、それで使わないでしょ。そう肩こりで、それはないですよ絶対。そうか、いや今新聞とかに載ってるんですよそういうのは、肩こりとかね、そういう移動時間とかにできるみたいなね、形はもう間違いなくあれなんですよ、あれなんですね、間違いないんですよ、そう一応ほらそういうふうにして売れないじゃないですか、だからそういうような名目でね、なんかもう大昔僕らの頃のアイドル歌手が移動の時にカバンなんかチェックされたら、はいはい、中にこけしが入ってたって言ってすごい話題になった。柏原芳恵でしょ、そうやったな、はいはい、なんかそれが一から一時テレビ出れなくなって恥ずかしくて、空港かなんかに引っかかって、はい、聞きましたね、うん、もう今はもう全然恥ずかしくないわけや。でもあれあれやろな、バイブレーターやったら反応してピピピってなるよね、はい、あそこ飛行機やったら、いや、分かんない、電話でしょ、ですよ、そこで一旦これ調べられるんやろな、通されるから形的にも分かるようなやつとか、いや恥ずかしいことない、あれね映るでしょ、そうあれ映るでしょ、すいません、これは没収ですなんて言われてもねはどうぞって言うしかないしね。赤外線みたいな、赤外線みたいなやつであれ映る、全部見えてます、配線とかね、こん、うん、あれあかんかな、いや持ってこなくても現地で買って、それか手荷物じゃん、あっち側に預ける方でやったら大丈夫かな。あ、そうですよね、うん、はいはいはい、いやでもあんまりそこ最近はあんまりそういう風ななんかいやらしいイメージはないんやろうな。なるほどね。あ、これあれですよ、今ちゃんのバイブの、はい、バイブの時間じゃないですか。バイブの時間に変えてもええな。なるほどね、もう来週バイと、なるほどね、いやいや本当に、はい、でまあ、そういうことで、うん、時間もそろそろ、あっという間に過ぎてしまいまして、ちょっとまあ今日はなぎらけんさんの、曲は一番電車でしたね。へい、そうです、うん、まだ大丈夫だと思うんですけど、はい、あと14分やから2分ぐらいやね、2分ぐらい何か喋ることあります、はい、例えばどっか告知した方がいいんじゃないですか、うん、はい、告知を大丈夫ですよ。
週いや大丈夫ですよ、まあ、まだ煮詰めてから、ね、まあでもやりましょうね、間違いなく。チケット、チケット、チケット作ろう、まあ、チケット作ろう、おそらくやるのはやると思いますね、うん、はい、とりあえず楽しみします。いや、ほんまに楽しみします。飲み行きます。行くよ、ありがとうございます。ほんまに行くよ、本当っすよ、うん、いや1周年ね、やっぱりよう俺やったと思うわ。なんかこうあるんですか、イベント的な、ちょっとなんかみんな、いや全然それ考えてないですね。誰かこう呼んで、あ、それ考えてます。あ、そうなんですね。やるならアポを2組取ってはいます。やるなら、やる気あるかな、バンバン。いや、やるならそう、あの、自分たちだけじゃ面白くないんで、うん、ちょっとゲスト2組ぐらいは。あ、それほら、やっぱり 長丁場やん、そこ、はい、大体オープン時間何時間になってんの。今1時半ですね、僕が退院して。何時間やってる。天井は、まあ、平均2時とか3時ですかね。だったら12時間営業ぐらいやってるんや、うん、やってますね。この間僕終わったの6時でした、朝の。それがすごいよな。もう死にそうでしたね。それで昨日なんか2日前あれ進行表を持って行ったら腕立て伏せやってたけど、あれ何やってた。いや、あれお客さんと今から腕相撲しようっつって。あ、それで一応ちょっと温めてたんですよ。そうなんか。ちょうどいい時入ってきましたね。いや、何やってんのかな思ってさ。あのちょっと仲良しの不動産屋さんの小鉄っていうところの社長さんとちょっと腕相撲の話になって、うん、お、じゃあやろうかみたいな。 どっちが強いかみたいな、はい、で勝った。いや、負けましたね。温めた割に。あ、そう、はい、あ、だからその、 あの1周年記念の時は、はい、じゃあ飲み放題やからオープンからあのクローズまでおってええの。クローズは決めますね、その時は。あ、その時は、はい、でもおってええの。あの一応飲み放題の時間はこの時間からこの時間まで、その後はもう別料金っていう。あ、そんな形で、はい、天井決めて。あ、そう。でも昼はもう1時半から普通でチケット持ってくればいいの。いいですよ。それで、あ、言うてたけど持ち込み。あ、多分ですよ。食べんの持ち込みでもええのね、はい、それは持ち込み料も取られなくて、はい、もう2000円で。そうですね、やるならですね。あ、もしかして1時半からはしないかも分かんないですね、その夕方6時から。あ、そうだけど、あのもしするならそのアポ取ってる人がやってくれるってなればこの時間とこの時間やってほしい。楽しいですね。それもシークレットってことでしょ。そうです。楽しみ、楽しみだな、これ。だこの時間を決めてあげないと、誰が来るんだろう。お客さんが集まった時にこの時間やってください、この時間やってください。あと2人の漫才とか一応見たいですよね。いやいや、なんでやねん。いや、それはきつい。それはきついですよ。まあ、楽しみにしてますから、はい、一応まずチケット作ってね、チケット、ね、はい、うん、ちょっと煮詰めます。もう最初にあの配ってたらええから、もう先にあの、ね、現金もらってたらね、やりやすいよね、仕入れも。まあ、そういうことで、本日、どうもありがとうございました。1軒目の河野良三さんと政次郎支店のマー君と、酒店か、はい、俺言っても間違い、酒ね、避けてね、はい、と、ドキン姉さんの和美さん、今日、来てくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。どうもー。はい、どうもありがとうございました。じゃあ CM の後、はい、凪良健一さんの一番電車ですね。はい、はい、そうです、はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。何でやねん。ねえねえ、あの国際通り天物から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよ。え、あの元気なお店だよね。そうそう、しかも時給1000円で交通費も出るんだって。マジデージやばい。詳しくはお電話098-894-8778まで。ゆくいところハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもあります。大阪の粉もん食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、絶対に死にまーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります。定休日は金曜日。昼飲みの元祖は一軒目、第一牧師公設市場近く、昼飲み居酒屋一軒目。全力疾走の年中無休、正午から心が折れるまでの営業。一軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよ。お昼12時から待ってます。はい、いらっしゃい。だいぶ酔った長崎からやってきたばい。那覇市牧師ウリズン市場通りの政次郎酒店、長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中。昼1時半から深夜まで酒豪に嬉しいボトルキープもやってます。長崎の焼酎もあるばい。よろしく。多分沖縄で一軒だけ、那覇市松山国道58号線23列車
裏通りにハリネズミのバーが誕生しましたとさ。野号はそのまんまハリーさんのお店。お問い合わせは 098-943-0633。 夜7時から朝5時までの営業中。